阪急37型電車。阪急37型電車は、阪急37型電車は、阪急電鉄の前身である、阪神急行電鉄時代の1921年に3両が製造された、私線向けの小型木造車体の電車である。伊丹線は、神戸線の開業と同日の1920年7月16日に、塚口駅伊丹駅間が開業した。開業当初は中間に駅がなく、単線の線路を成田電気軌道から譲り受けた路面電車スタイルの4輪単車である47型が複していたが、もともと高速電車規格の路線に路面電車タイプの車両を暫定的に走らせていたことから1年を経ずして、これを置き換えることとなり、本形式が登場した。ただし、本形式は当初から私線運用に投入することが想定されていたことから、後述のように他社の車両と共通したデザインの小型車両となった。1921年3月に37から39の3両が梅鉢鉄工場において製造された。本形式に続いて、今津線向けに登場した40型をはじめ、他社においても北大阪電気鉄道1型や水間鉄道も破3型、目黒蒲田電鉄目蒲も破1型などといった本形式とよく似た小型木造ボギー車が前後して登場しており、メーカーの違いがあるが各社とも同じような車両を製造したことは、都市近郊私鉄の私線や中小私鉄向け小型電車の基本的なフォーマットが確立していたことを伺わせる。項目ごとの概要については、以下の通り、車体は木造で、全長は約 11.3 メートルと、私線向け車両ということから、神戸線向けに製造された51型に比べると3メートルほど短いが、先に入線した34型に比べると、約 0.5 メートル長くなっている。定員は65名で、34型の62名から、ほんの少し増加している。側面窓配置は D8D、D、客用扉、戸袋窓で、前面窓配置は51系の初期タイプが採用した、俗に、卵型と呼ばれる、半円形の前面に5枚窓を配したデザインではなく、緩やかな曲面を描いた、平妻の前面に3枚窓を配したデザインに変更された。屋根は、明かり取り窓のついた二重屋根で、戸袋窓の上に、ガーランド型ベンチレーターを取り付けている。座席はロングシートで運転台との仕切りは51型と同じHポールに似た形状のものを採用している。また、前面には併用軌道区間での運用を考慮してフェンダーを取り付けている。主電動機はゼネラルエレクトリック社製 GE-203P を2機搭載した。制御機は直接制御の GEK-39Eを搭載したが、直接制御ながら弱め開示付きである。台車は G ブリル社製、ブリル 76E を履き、終電装置は当時標準のトロリーポールで、ダブルポールであった。本形式は当初の目的通り、伊丹線に投入されて47型を置き換え、1924年に開業した紅葉線でも使用された。時には、今津線でも運用されたことがある。1926年には終電装置をパンタグラフに換装の上同時にフェンダーを撤去。1927年には90系の終駅に伴い今津線から40型が伊丹、紅葉両線に転入すると本形式が押し出される形で箕面線に転出。さらに1930年には今津線用に1系1の6が転入してくると、今度は余剰となった40型が箕面線に転入し、それと入れ替わる形で本形式が紅葉線に転出し、このほか1928年には当時在籍の各形式同様暖房装置を取り付けている。この時期の変わった運用としては、大阪市内の併用軌道区間を活用した北野線向けに大阪市電から購入した151系の運用開始前に34型とともに同線の運用に充当されたほか、1927年には能勢電気軌道から34型とともに本形式の借用依頼を受けて同社の多客機に貸し出していた。その際にはパンタグラフをトロリーポールに換装し、フェンダーを再装着している。紅葉線に転出した後は、1939年に灯火完成工事を実施されたが、太平洋戦争中にはそれ以外の改造や戦災を受けることなく終戦を迎えた。戦後も紅葉線で運用されていたが、1946年に37を未納専用の連合軍専用車として整備、使用することとなり、再塗装の上ウィンドシルの下に白帯を巻いて、前面には特別スペシャルと記した運標識板を取り付けた姿に整備されて、同年11月13日付で、紅葉線から箕面線に移動して、連合軍専用車として使用されることとなった。残る 38.39 の2両はその後も、紅葉線で使用されていたが、1948年になると、紅葉線運用に1型が進出すると小型で、直接制御の本形式は余剰となったことから、野瀬電気軌道に貸し出されることとなり、同年6月に 38.39 の2両が同社に貸し出された。その後本形式は全社の瀬電気軌道が購入することとなり、10月1日付で37から39の譲渡契約を締結した。契約では 38.39 の2両を先に譲渡し、37については連合軍専用車の指定解除後2週間以内に譲渡することになっており、それに従って 38.39 の2両が1948年中に同社に譲渡され、残る37も1949年初頭に連合軍専用車の指定を解除されると譲渡された。1940年代の野瀬電気軌道の主力車両は自社オリジナルの31系6両と阪急から借り入れの40系3両を中心に、九州鉄道三井線から転入してきた37型2両であった。戦後の混乱期には物資不足で車両の修理もままならない上に、それ以前から37型は故障がちであったことから慢性的な車両不足状態が続いており、時には無害電動貨車まで動員して乗客輸送に当たっていた。こうしたことから同社では阪急で運用機会の狭まっている本形式を譲り受けることとなり、前述の通り1948年6月から 38.39 を借り入れて使用を開始し、10月1日付で譲渡契約を締結して3両とも購入することとなった。ただ、譲渡日、入線日については、野瀬電、阪急双方で多少のズレがあり、野瀬電側では38が譲渡日と同じ10月1日、39が11月20日、37が連合軍専用車の指定解除後2週間以内となっているが、阪急側資料では37が9月18日、39が10月、37が1949年2月5日となっている。もっとも37を除いて、譲渡契約以前から入線していることから、譲渡日については書類上だけのものであると言える。野瀬電入線に際して、パンタグラフのトロリーポールへの換装やフェンダーの装着が行われたほか、野瀬電では不要となる弱め開示装置が撤去された。それ以外には大きな改造は施されなかったが、37型と番号が重複することから車番を変更することとなり、37から39から70系71から73へと改版された。本形式の収益に伴い、車両運用に余裕ができたことから、酷使されていた31系の更新修繕を1949年から1950年にかけて実施することができた。その後1952年には、沿線の商店が池田市内で仕入れた鮮魚や野菜を運ぶ荷物電車を運転するために、72が荷物車に改造された。残った71と73は、野瀬電近代化の第一陣として、高耐火改造を実施されるとなり、まず71が1953年8月に50型に改造され、51となった。73も1954年12月に50系52に改造されて、先に入線していた40型より先に本形式が高耐火されて、姿を消すことになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。